はい、皆さんこんばんは、あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイントの時間でございます。時刻は日曜日の19時を回りました、主政クラブ昼の沖縄会場5人あなたの一歩ラジオ、これが私のターニングポイント。さあですね、いざ今から始めさせていただこうと思いますけど、今日はですねクリスマスイブでございます。さあこのクリスマスイブにね、既得な方がご覧いただきましてありがとうございます。あ、ご覧じゃないですね、お聞きいただきましてありがとうございます。はい、そしてこの番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功されていらっしゃる方でも必ずね、さまざまな困難がありターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいのかって未来をですねお聞きして、リスナーのあなたの、一歩のきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております。MC は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。途中の CM をぜひご覧ください。そしてですね、ご協賛も受け付けております。毎日ね、あなたの会社名が、FM 宜野湾さんに実際流れますので、ぜひですね、ご検討ください。さあ、そしてこの番組は FM 宜野湾市、ごめんなさい、沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾さんよりですね、20時まで放送させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いください。そして最後にはですね、また次にご紹介いただくゲストさんも、お名前を呼びさせていただきますので、ぜひですねお楽しみください。さあ、ということで、いざ、もうせっかくね、僕が話してもあれなのでご紹介させていただこうと思います。今日のゲストさん、総合放送株式会社、代表取締役社長の川上光栄さんをお迎えしております。川上さん、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。セントローレントマキさん、第1回の解放商事さんからのですね、はい、社長のセントローレントマキさんからご紹介いただきまして、川上さんをご紹介いただいて、今回なんですけど、見てください、このクリスマスイブにね、おっさん2人ということで、すいません、おっさんって言って、申し訳ないです。はい、ということで、皆さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、この前半なんですけど、はい、総合放送さん、はいね、というふうな、会社さんですけど、の社長でいらっしゃるんですけど、はい、まずちょっと会社の、どんな会社でいらっしゃるのか、はい、どんなお仕事してらっしゃるのかっていうのを、ちょっとお聞きできればと思ってるんですけど、はい。はい、私たちの会社は、食品製造業、はい、食品を製造する企業さんに、包装資材をですね、もしくは、包食品機械等を、はい、販売している商社です。あ、なるほど。なので、皆さんが、スーパーだとか、コンビニさんに行った時に、はい、弁当、惣菜、菓子、はい、などにが包まれてる袋だったり、はい、トレーだったり、トレーも、はいはい、ラップだったり、あ、ラップも、はいはい、そういった食品を包む資材を包装資材っていうふうに、呼んでます。あ、なるほど。はい、というと、そうですね、セントローレントさんの海保商事さんの黒糖が入ってる袋とか、はいはい、例えば、コンビニかどうか分かりませんけど、はい、なんか中華丼とか食べるトレーとか、はいはい、ああいうことも全部、はい、あ、そうなんですね。それを包装資材というふうに我々は呼んでます。なるほど。はい、それのこう会社って、もう会社って何年いらっしゃるんですか？創業足掛け53年。53。はい。すごいな。で、川上さんは、今何代目でいらっしゃる？4代目ですね。あ、4代目でいらっしゃる。はい、しかもあれですよね、会社って、なんですか、世襲型っていう形じゃないんですよね、社長さんに使われるの。そうですね。私たちの会社は、今、現在、創業者がいないんですね。はい、いない、はい、はい。創業者が建てた会社なんですが、はい、途中、会社が、はい、傾いたときにですね、はい、私たちの、仕入れ先の企業様が、はい、潰すにはもったいない。まあ、なるほど。ということで、借金を肩代わりしましてですね、はい、はい、現在に至りますけども、はい、非常に、苦労した時期もあったと過去に聞いてます。なるほど。いや、そうですか。いや、でももういきなりですけど、これ川上さんがっていうことじゃないにしたとしても、はい、53年会社がやっぱ続くって、やっぱ絶対こんな
波がありますもんね。そうですね。はい。まあ、そんなことも、合わせて、そして川上社長の、まあ、生い立ち、どんな方だったのかっていうことも合わせてお聞きしたいなと思っております。はい。はい、まあ、まず、沖縄の方でいらっしゃる。そうです。ありますか。すいません。で、沖縄で、沖縄のどちらのご出身なんですか。生まれも育ちも、那覇ですね。あ、那覇で。はい、那覇市です。あ、そうなんです。はい。で、中学、高校でられて。はい。なんか運動とかなんかスポーツやってらっしゃったり、中学まではサッカーをやってました。あ、なんですか。高校になると、部活が少ない学校だったので、はい、野球するにしても、うん、ソフトボールするにしても、うん、人員が足りないと、はい、いうことで、お互い部品を貸し借りしながらですね。まあ、よくありますね。ありますよね。時代でしたね。僕も野球部に所属してたんですけど、はい、お前足が速いから陸上出てこないって。そんな感じ。そんな感じですよね。なるほど、そうですか。で、で、那覇で。はい。で、だって高校も那覇でいらっしゃるんですよね、じゃあ。高校は浦添市ですね。あ、浦添から、はい。で、浦添から高校卒業されてからは、すぐ御社にご就職されたんですか？いえ、卒業して、はい、別の会社に入社して、はい、まあ、上下関係を、うん、教えられたのをきっかけに、はい、もう一度他の仕事をしてみたいなと思いながら考えてる時に、はい、今の会社、総合放送にですね、はい、ばったり出会ったって感じですね。あ、なるほど。まあ、ばったり出会ったっても、もともと勤めた会社よりも近かったっていう。最高。理由なんですけど。最高ですね。いや、でもそうですよね。もうよく職場環境とか言いますけど、家から近いところがあって、ですけど、もう何かをこんなしたいとかじゃなくて、近かったから。そうなんです。近かったから、最高。これが母親にもだいぶ叱られましたけどね。お前本当にそれで社会人になれるのかって。まあそうですよね。なんかやりたいことないんかとか、はい、特にそのね、僕ね、川上さん今、60還暦でいらっしゃいます。そうです、今年還暦。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。赤いちゃんちゃんこですね。そう。であれば、逆にそれこそ、ね、還暦の方ですから、まあ、お父さん、お母さんっていうのは、はい、もっとその戦後間もない方、ってか戦前の方ですか？いえ、戦後ですけど、うん、もう父はもう、83か4で他界しまして、うん、あ、現在母親がまだ元気に、はい、もうすぐ100歳になりますね。え、そうなんですか？すごい。私は下から2番目の次男坊なんで。はあ、まあまあ、じゃあそれこそ、お父さんお母さんからお前そんなことでいいのかとか厳しいですもんね当時。なるほど。さあそれで家が近いということでご入社されたということなんですけど、まあ家が近くて入社されて最初からあれですよ、まあ社長さんやってらっしゃるということであるんであれば、はい、まあいろんな会、ね、社員さんがいらっしゃる中でね、社長任される会社を任されるっていうことなので、はい、さぞ最初から頑張ってらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど。で、それが全然、はい、想像もつかない、やんちゃというか、はい、結果を考えないというか、はい、やりっぱなしでしたね。あ、なるほど。やりっぱなし。やりっぱなし。まあ、そのどんなところがやりっぱなしなんですか？まあ、22、3なので、はい、仕事よりも友人の付き合い。まあでもそうですよね。一番大事っていうふうに決めてましたので、飲みに行きました。はい。朝起きれない。はい。少々遅刻してもしょうがないっていう感じですね。勝手にルールを作って。そうなんです。もう母親が叩き起こされて、はい。まだ寝てるのかみたいな。そうなんですね。ああ、まあ、じゃあそう考えると、まあ、僕もそうでしたけど、よくある普通の若者なんですね。はい、とりあえず就職したし、家から近いし。そういう言い方だと思います。いや、あんま変わんないからさ。なるほど。まあ、で、ご入社されてから、はい、一つ、まあ何かの、まあ多分今回は、皆さんターニングポイントってことをお聞きしてるところなんですけども、はいはい、何かターニングポイントっていうのが、あったんですかね。そうですね。当時、私が担当を、
任せられたお客さんの中で、はい、まあ、食品会社さん、はい、まあ、今でも大手なさんなんですけども、はい、そちらから、取引したいということで、うん、スタートしたんですけども、はい、ことは順調に進んでいくんですけど、進んでいく、いいですね、はい、まあ、順調にいくっていうことは取引額も多くなる、うん、納品する商品の量も増えていく、はい、結果も上向きだったんですが、ある日その中の商品を一部欠品してしまったんです、うん、はい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 、その欠品したことの重大さっていうのがまだ私の中ではそんなに重大ではないんじゃないかなっていう、まあ、沖縄らしい発想っていうんですか、ね、はいはい、代替品があれば許してくれるんじゃないかなっていうふうな安易な考え方ですね、はい、お話ししたら、もう今までにないぐらい叱られたっていうか、こう叱られたんどうしてくれるのっていう感じの、もう私にはこれ以上の対応ができないなっていうぐらい、落ち込みましたね。それはあれですか、そのお客様が激高された感じの、どうするんだ鏡君みたいな。あ、そうなんですね。しかもあれなんですよ、その方が年下だったって。そうです、そうです、私よりも6つぐらい、はい、当時下なので、はい、まあその時私が27か8だったんです、はいはい、なので当時その方は課長さんで、あ、なるほど、そんなにお若いのに課長さんなんですね、はい、なるほど、非常に実力がある方に思えたんですが、はい、なんとかなるだろうという安易な気持ちで対応したのが、はい、うん、ああいう結果になったと。今川上さんのここにはね、何十年も前のあの顔はみたいなそうですか。でもそう、まあでもって言ったらあれですけど、まあでもそうじゃないですか、若い子って、まあこんな感じでいいかと。で、例えばその欠品があっても、まあこれまあね、もちろんダメなんでしょうけど、まあもちろんやらかすことは仕方ないと。それに対しての何かの代替案っていうことで持っていって、ことが収まるとか収めるようにするとは思うんですけど、はい、そういうふうなこう常識が通じなかったっていうことですね。そうですね。よくよく考えてみれば、はい、そのお客様も、本土の、はい、大手さんと取引されているので、はい、代替品というのはどういうことみたいな感じなんです、うんうん、なるほど、何でも持ってこればいいよっていう感じの企業さんではなかったはずなんですが、はい、それ私が、そこまで重要視してなかったんだろうな。なるほど。もちろんあれなんですか、これちょっと僕もことの重大さが分からず逆にお聞きしようと思うんですけど、例えば代替案では、あ、ごめんなさい、別のものを持ってくるっていうことでは、ことは足りるのは足りるんですか。まあ中身がそれなりに詰められればですね、はい、いいと思うんですけど、やはり陳列する商品が昨日と今日と違う場合に、お客さんから見ると、はいはいはい、これっていつもの商品っていうふうになるじゃないですか。うんうん、なります、なります、なります。そういったところから、その、先のお客さんっていうのは、信用を失うっていうお客さんからの支持が落ちていくんじゃないかなと。今では本当はあってはならない事件を当時やりましたね。いや、でも気持ちはわかると思いますよ。その、こっち側の、営業マン側からの、その、意識が薄いとしましょうか。意識薄い側からすると、いいじゃん、別に昨日のお客さん、今日のお客さん、違うお客さんだし、新しい商品が出たんだなっていうふうな形で、だったらいいんじゃないですかっていう、正論にもぶつけたい感じじゃないですか。はい、まあ、まあ、それが、当時、その方の、まあ、常識っていうんですかね。はい。だから沖縄はダメなんだよ。まあ、そうです、沖縄の人ですよ。ああ、なるほど、なるほど。だからやはり本土の企業さん相手にされている方なので、うん、本土並みっていうんですかね、本土に通用する商売をされてたんでしょうね。うんうんうん、それで私たちも、その仲間に入れてもらったところが、はい、とんでもない欠品をしてしまった。なるほど。その信頼どうしてくれるのと。
ていうふうに当時言われたのを思い出しますね。なるほど、ありがとうございます。まずはちょっと前半は、これ、あえて、川上さん、すみません。若いダメな川上くんの話をまずはお聞きさせていただきましたけど、ここからちょっと CM 挟んで、はい、どういうふうにこう変わっていったのか、その方とのやり取りであったり、はい、意識の変化だとかっていうこともお聞きできればと思っております。まずは前半ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ、それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊豆治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトが強度に当たるなら、それぞれの使命アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さん CM をご覧いただきましてありがとうございました。お聞きいただきまして。さあ、今日中盤戦に入っていこうと思いますけど、改めまして、総合放送株式会社の川上社長でございます。ありがとうございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、やらかしてしまった川上さんですけど、そこから、6つも年下のその方と、まあ、沖縄をこう変えていこう。だから沖縄がダメなんだって話のところの中から、はい、そこから意識改革に、はい、ご自身の意識が変わっていったってことなんですか？でも当時は、はい、このぐらいのその対応を、ね、うん、変えればそのお客さんが満足するんだろうっていうところをよく考えてました。はい、なので、私の考えが、先方さんに対して、うん、いいのか、はい、そうじゃないのか、足りてないのかっていうところを聞きたくて、私の対応の仕方を当時、その予防策として、はい、同じミスをしないためにも、こういうふうに考えてます、はい。こういうような対応でさせてもらえますっていう話をしたら、はい、じゃあ、川上さん、なんでそこで、その、欠品したらまずいよなっていう予防線を張らなかったんですかっていうふうに聞かれたんです、ね、うん。なるほど。はい。おっしゃると、その言葉を聞いたときに、あ、もう本当目から鱗というか、あ、確かにそうだな、うん、お客さんの使用数量だとか、うん、っていうのも聞ければ聞けたはずだけども、はい、私はその街の状態で注文を待ってたと、はい、逆にこちらから情報を取りに行くっていうことを当時できてなかったなっていうこと、うん、でそれを反省しまして、はい、で、先方さんの課長さんが、はい、川上さんだったらね、私たちの使用するルートも教えますよ。はい。嫌いしたら困るの、うちも困るんです。うんうんうん、なので、お互いで、その情報を交換しながら、ベストな状態を、はい、ずっと続けていけるように努力していきましょうって言われた時には、もう本当、嬉しいやら、うん、これで、欠品をすることがなく、生き続けていけるなっていうのはですね、うん、予防策っていうのは本当に勉強になりました。なんかでもその時って僕今お聞きしてて、はい、もうじわっとくるんですけど、だから嬉しいっていう感じじゃないですよ。なんかそのただ嬉しいですっていうんじゃなくて、ね、
まあ、本当にここだけ自分たちのことを思ってくれてるんだなと思ってですね、うん、本来だったら、はい、もう二度と取引したくないと、はい、また同じことをしたらどうするのっていう考えると、はい、他社さんにも予防線、ね、うん、広げると思うんですけど、うん、その方はそれがなくてですね、うん、私一本に絞っていただいて、あ、そうなんですね、一生懸命その欠品しないための、はい、情報だったり、はい、商談する回数だったり、なるほど、っていうのを調整してたんでしょうね。あ、私はこの人の、うん、そういったコントロールのうまさっていうんですかね、うんうん、その先を読むっていうところは、もっと勉強になりました。素晴らしい、この、計算の仕方っていうか、先の読むっていうんですかね、先を読むっていう考え方が、すごいな、私の頭では当時、思いつかなかったことがたくさんあったと思いますね。なるほど。これまあ、多分その後、お二人で飲みに行かれることも多分あったと思うんですけど。はい、そうですね。私の方からお客様なので、はい、よく、まあ、商談という面談という形で、はいはい、会食会遊ったりしてましたね。うん、はい、盛り上がったんですね。そうですね。なので、私はもう、行くたんびに聞くことが新鮮なんですね。はいはいはい、はい。なので、その新鮮な話をもっともっと聞きたいなと。うん、もっともっと自分を成長させるっていうか、改善したいなと。うんうん、私の行いを、うん、お客さんに好かれるようにですね。なるほど。信頼してもらえるように、何を改めないといけないのか、何が足りないのかっていうのを、あの時反省したのかどうか知りませんけど、考え方自体はそうなってきましたね。なるほど。はい、そうなんですね。なので、はい、ある日、その近くの商店で、はい、うん、まあ、コーヒー、缶コーヒーを飲んでたんですけど、はい、まだ時間も早いし、はい、飲むにはなーっていう感じだったんですけど、どんどんその会話が弾んでいって、うん、で、相手さんもどんどん話を盛り上げていくんですね。うんうん、で、まあ、まだまだ成長段階の自分たちだけど、はい、必ず、頂点と取りに行こうと。お互いそういう切磋琢磨して成長していこうっていうふうな話を2時間も3時間も、最終的にはですね、はい、4時間ぐらいかかったんじゃないかな。なるほど。商店のおばちゃんも偉い迷惑じゃなかったんだから。売り上げは上がるけど、ちょっと早く帰ってくれる。なるほど。じゃあ、そんなところから、こう、まあ、やる気というか、まあ、いろいろそのやりがいであったりとかって変わったと思うんですけど、はいはい、あれですよね。まあ、僕もその、川上社長のイメージ、はい、まあ、何度かお会いさせていただいてますけど、まあ、怖そうとか、よく言ったとか、でもなんですけど、まあ、逆に言うと、すごいロジカルな感じのイメージがあるんですけど、もともとはでもそうじゃなかったんですよね。私が一番したくなかったのは営業っていう仕事だったんです。はいはい、営業だけはしたくないなっていう。うん、当時、今の会社入った時も配送っていうことで、うん、はい、まあ、職に就いたんですけど、うん、それが決意が出て、なるほど、たまたまその配送から営業の、ちょっと人助けみたいな、うん、代理みたいな感じをやってたんですね。で、それがだん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 営業も配送もっていう、うん、ウェイトが5分ぐらいになってくるんですね。はい、でもお客さんとは会話できてるので、うん、そんなに意識してしたくないしたくないっていうのはもうなくなってきました。うん、多分視点が変わっていったんですよね、その方とお話されて、うん、ね、じゃあどうやっていったら、まああるじゃないですか、それこそ僕ももちろんそうですけど、最初からあれじゃないですか、自分が良ければいいとか、やっぱ思って仕事ってさ、まあ、時間かけてこなしといたらお金もらえるやんみたいな、っていうところから、さっきのそのね、気づきがあって、どうやっていったらお客さんに迷惑かからずに、できるのか。だから今度はお客さんのことを実際考えていって、うん、っていうふうな多分行動とか、言動に多分変わられていったので、お客さんがどんどん、ね、川上さんのことを信頼されることも なられると思いますし。うん、そうで、そうなると、多分あれですよね、川上さんの意識も多分
そうですね、変わりますね、気持ちもいいですし。まあ、なので、まあ、街の状態からそういった会話をすることによって、うん、このお客さんがどういった情報を持っていけば喜んでもらえるんだろう、気にかけてもらえるんだろうっていうところですね、うん、考えるようになってきたのもちょうどその頃ですね。なるほど、はい、それからまあ皆さんあれですよ、まだね26歳の話のままで止まってるんですけど、まあまあ、そこからですよ、まあ、川上さんがこう実際こう変わられて、で当時の社長が馬場社長いらっしゃって、はい、当時馬場さんでしたね、はい、でやっぱ何かこうしたいっていうようなことを川上さんとか社員さんが挙げられたら、はい、まあ挙げてこいって多分言われる方だったんだと思いますし、はい、挙げられたらなんかどんどんさせていただけるっていうふうな、はい、当時は私たちの会社もその馬場社長というのは2代目、はいはい、協力企業さんから支援いただいている途中だったので、はい、まだまだ借金からのスタートだったんですね、うん、なのでとにかくお客作りで、うん、とにかく売り上げを上げるっていうのはもう何よりも最優先だったんですね、うん、ですけどその中で、私自身感じてたのは、いやこのままだったら人採用しても来ないだろうなっていうのが、ね、直感的にあって、はい、で当時馬場社長に、うん、こういうふうな方法でやってみたらどうですかという、うん、まあ、半分、もう、そうじゃないとやっていけないよみたいな感じの言い方はしたと思うんですけどね。はいはい、でも、その当時、馬場社長が、そうかと、うん、君がそういうにして思ってやりたいんだったら、失敗気にするのと、前に進めなさいっていうことで、ゴーサイン、もう二言返事でゴーサインだったと思うんですよ。でも、社員からすると嬉しいですよね。嬉しかったですね。はい。自分の思っていること、うん、そしてそれがやりたくなった、うん、それやりたいことに対して、はい、いいよ、はい、たこと返事でやってみなさい、はい、というときは、本当にやりがいっていうか、よし、これで次のステップに行けるなっていうのは、当時、しっしと感じてましたね。なるほど。それがあれですか、おいくつぐらいの時ですか？これは、やっぱ33ぐらいですかね。あ、なるほど。はい、営業してみて、自分たちの会社に足りないものだったり、うんうん、あと指令するメーカーさんからもこういうことをやるべきだよっていうのをただ聞いてたので、うん、それを整理整頓しながらこれだなっていうふうに方向ができてきたのが32、3だったと思ってます。あ、さあ、そしてですよ、はい。そういうこう変化があって変わっていって、はい、まあ今、包装っていう、まあ消耗品の、はい、ものではあると思うんですけど、はい、そこから、ただ消耗品で使ってもらうっていうことではなくて、川上さんがでしょうし、皆さん、御社がだと思うんですけど、はい、そこからなんか、やり方というか、はい、出し方を実際こう変えられて、なくてはならないような、流れになっていったという話を聞きしたんですけど、はいはい、どういうふうなこう打ち出し方というか、はい、私たちの会社ってもともとその売り方が下手ね。あ、はい、売り方が下手っていうか、うん、営業が下手というか、はい、他社さんに比べると非常にその売り方が苦手な会社だなっていうのは、なんか私も根拠はないんですけど、うん、根拠はないんですけど、そういうふうに見てたんですね。はい。なので、今いるお客さんにもっともっと、うん、質を高めていけば、うんお客さんが成長してもらえれば、お客さんが成長してもらえば、なるほど。私たちの業績は、自然に上がってくるだろうと、はいはい、ということで、密着型の営業に切り替えてきたったと思います。うん、なるほど。新規開拓よりも密着型。はい、新しいお客さんどんどんどん取っていこうではなくて、今のお客さん大事にして、はい、このお客さんが成長することによって、我々も一緒に成長できる。あ、なるほど。面白い。それは、はい。で、その時に、はい、ハセップっていうのが、ちょろちょろっと聞こえてきたんですね。はい。で、当時、特席のお客さんから、うん、総合放送さんで、ISO の、はい、指導、コンサルやってみたら、うん、っていうことで、そのコンサルさんを紹介していただいたときに、うん、私自身もその ISO というのは知らなくて、うんうん
何ですかっていう質問しながら国際企画だ。うん、はい。ここから近い将来、その取得がない企業さんは、入札だとか、購買だとかに不利になるかもしれないっていうふうに、ご説明を受けて、はい。そしたら、それを広めていけばいいんですねっていうことで、うんうん、まあ、軽く引き寄せたっていうか。なるほど。そうすると、それをお客さんの前に説明しに行くわけです。はい。はいはい。で、まあ、私たちがずっと付き合ってる上徳世間なので、会話は楽に聞いてもらえるんですね。はい。で、興味を持ってもらえる。はい。これはいけるっていうふうに思ってたときに、で、総合放送さんは取得されてるんですかって言われますね。それは言われます。紹介するが取ってなくて、はい、相手に取れてるのもちょっとおかしいと思うよって言われて、はい、で、持ち帰って社長、役員と話したら、取るしかないよなっていう、うん、それ当たり前の話だよなっていうことで、そこからもう経験が約1年半かかって、うん、それを取ったんですね。なるほど。で、もうめちゃくちゃ苦労しましたし、前例がないので、はい、聞ける相手がいなかったんです。はいはいはい。なんか自分たちで独学で、こうだろう、ああだろうっていうことで仕組みを作って、うん、で、審査も、審査員からも苦言を言われながら、はい、なの1回目の審査は、はい、審査できないって言われて、はい、要求事項を満たしてないって言われて、で、また仕切り直しして。なるほど。で、2回のチャレンジで、ようやく取得したと。はあ。なので、はい、まあそこから、その、私たちが取ってる認証の企画と、ものを製造するお客さんっていうのは、今度ものを作る側なんで、うんうん、私たち商社じゃないので、はいはい、製造するための、ハセップっていう風な基準がまた国際企画であったんですね。はいはい。で、そのハセップを、取得したいという企業さんがいたときに、はい、そういう風な指導ができますと、うん、コンサルさんをつけて認証取得まで責任を持って、なるほど。指導ができますよということで、うん、じゃあ、一度頼むということで、トップダウンでキックオフして、うん、一年と約半年ぐらいかかるんですね。はい。食品を製造する過程ですから、はい。基準も国際の基準なので、なるほど。要望も高いし、レベルも高いんですけど、はい。それ一歩一歩お客さんがクリアしながら、達成して、無事、認証してくる、された時の、その、お客さんの喜びもそうですし、私たちの喜びもそうですし、うん。あ、これは、そういった、紹介じゃなくて、それは私たちが商品化にしたいっていう、ふと思ったんです、うんうんうん。これを私たちの商品として売ることはできないかっていうふうに考えて、社内に持ち帰って、それを商品として私が案内するのはどうだろう。社内でも、もう本当にそれでできるなら、お客さんも喜んでますし、業界のそのレベルアップにも底上げにもなるだろうと。うんうん、いうことで、その ISO ハセップっていうのをですね、当時、1年に4社ほど、はい、スタートしたんですね。そしたらもう、それが認証されました。はい、で、メディアでそういったのが話題になる。ああ、なるほど。で、また別のお客様から、総合層がやったのか、はい、うちもやりたいというふうにして、約5年間、毎年のように4社ほど、うん、契約してました。はあ、素晴らしい。いや、だから、やっぱあれですよね。それこそ、まあ、営業が下手って入り口のこと言われましたけど、はいはい、結果、頼まれる下請けから、まあ、紙でしょ、ごめんなさい、袋でしょと。はい、袋の時に、じゃあ、すみません、うち使ってくれませんかっていう、まあ、ご用聞きであったりとか、はい、お願いのところから、こっち側から、ね、川上から、仕掛けていくと、はい、やっぱそこのところに関しては、はい、大きなことやってると、やっぱこっちやっぱ使うことになりますもんね、そうですね。うん。なので、そこまで考えてやったわけじゃないんですけど、うんうん、結果としてそういうふうになってきたので、うんうんうん、素晴らしい。非常に、私たちが持ってる商品のパートナーが、一気に増えていくのは、目に見えて、そうです。感じてましたね。
だからそういう、そうなんですよね。だからそこをロジカルに分かってやって、仮になかったとしても、けど最終的に、これってじゃあなんでうまくいってんのかなとか、はい、生きるなっていうのと、あ、こういうことかってこう気づいたら、はい、ね、いろんなこう発想の逆転もあるですし、はい、あの立ち位置が変わってきますもんね。なるほど。見方とか考え方とかっていう、その角度を変えてみれば、はい、これって、企画じゃなくして商品になるよなっていうのをあの時ふっと思ったんです、ね、うん、いや、そうなんですよ。それこそあのね、ペットボトルもよく言うんですけど、これペットボトルで水って言いますけど、こうやって見たら何に見えるみたいな。で見ると、マンホールの蓋とか、オレンジとか、はい、いろんな多分見え方がやっぱり変わる。そうですね。で、そもそもこれ水ですけど、本当に水なのかと、これ焼酎入ってんじゃないかとか、なんかちょっとした見方を変えると、なんかいろんな視野も広がりますし、あの案も実際出てくるなっていうことですよね。あ、そうか。さあ、そんなお話をお聞きする中に、はい、ちょっと話ちょっと変わってしまいますけど、はい、あなたの一歩損っていうのをお聞きしてるんですけど、はいはい、なんか川上さんが変わられたとか、この音聞いたら元気になるなとか、はい、そんな音楽って、はい、まあ少年の頃から。スポーツは好きだったので、はい、少年から学生になって、はい、学生から社会人になって、で社会人っていうのはある、いろんなところから、働きに来るじゃないですか。はい、なので、学生つながりではないんですね。先輩もいれば、はい、後輩もいる、年長さんもいる、はい、そういう中で、一つの、そのチームとして、はい、あ、遊びの仲間じゃなく仕事の仲間っていうのはこういうふうなことなんだなっていうのを感じてきたのが、この歌を聞いたときに、あ、やっぱ一人では何もできないよな。なるほど。やっぱチームワークじゃないと達成できないよなっていうのを、当時仕事しながら、この歌っていうのはやっぱり力が湧いてくるよねっていう、また明日もあるよねっていうふうに感じた歌ですね。さあ、その歌、どなたの歌でしょう、そう。ファンキー？モンキー？デイビス。あ、そうですね。ファンキー・モンキーですね。はい。あ、 あと一つ。はい。ファンキー・モンキー。A ちゃんじゃないですよ。ファンキー・モンキー・デイビスさんのあと一つ。皆さん、まずは、お聞きください。まずはどうぞ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道首里伊樹治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超効く。ファミリーシーサー、ウェディングシーサー、新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。美ら海水族館から車で1分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。マイマイシーサーで検索。働いても働いても時間が足りないあなたへ。その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトがことに当たるなら、それぞれの使命を果たす時ださ、羽ばたけ、どこまでも。アクティングコーポレートソング、スポットライト by ローカルコネクト。眠りの浅い方、眠り草本舗にお任せください。沖縄伝統野菜クワンソー。クワンソーは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきました。よく寝て翌日すっきり目が覚める。詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、皆さん、お聞きいただきましてありがとうございます。ファンキーモンキーベイビーさんのあと一つでしたね。すっごいなんか頑張ろうっていうような気になりますね、これ本当に。そうですね。さあ、そんな、こう、いろいろ、こうね、まあ、変化というか、いろんなことを、はい、まあ、貢献されていらっしゃって、来られて、はい、まあ、どんどんその人も、まあ、会社も大きくなるに合わせて、はい、もちろん、人も育っていかなきゃいけないということで、はい、まあ、教育っていうふうなことにも力を入れられるようになっていかれたと思うんですけど、はいはい、何かその、教育を入れるように、教育しなきゃいけないというようなきっかけって、
何かあったんですか？そうですね。うちの現会長の宮城が、はい、当時社長になって、はい、で、うちの会社には経営理念とか、はい、何もなくて。あ、なくて、何を目標にするのかっていう会話の中から、うん、一人が作ったものだと賛同しづらい、はい、全員で作った方が賛同しやすいよなっていうことで、なるほど、全員でその経営理念だったり、はいはいはい、作ったんですね。あ、社員さん方針だったり。なるほど、素晴らしい。けんけんがが社員同士集まって、はい、学んできて、でそれを作り上げて、うん、でそこからやはり全員参加でないと、うん、業務改善できないよなっていうところから、学習する組織っていうところにですね、着目していくんですね。学習する組織。あ、なるほど。なので、まあ、日本人事さんっていう、うん、その、経営には教科書があるっていう、なるほど。教えるところがありまして、はい、そこの講師さんを、来ていただく。はい。1年間、うん、ずっと、月2回かな、うん、夕方来てたのに、うん、で1時間半、全員がそこで学びをするんです、うんうん、はい、ですから若手も中堅もベテランも、はい、全員が同じタイミングで、あ、なるほど、同じことを学ぶので、はい、会話はそれなりにできるんです、うんうん、できますね。なのでやはり体系的に学ぶことによって、考え方も価値観もだん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 その方向性が合っていくんですね、うん。その中でもバラバラです。うんうんうん、ここの人はここに行く、この人はここに行くっていう感じなものが、そういった学習することによって、どん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 その考え方っていうのが、お互い感じることができるようになってきたっていう。うん、なるほど。大きな進歩だったと思いますね。あ、そのコミュニケーション、まあ、社内のコミュニケーションを、はい、まあ、量化する上で、潤滑する上で、なんかされたことがあるんですね。呼び方を変えるとか。その中で、やはり呼び捨てではなくて、はい、先輩が後輩を呼び捨てするんじゃなくして、やはり人と人っていうのは平等である。はい、ただ、年上だ、年下とか、役職っていうのは、その働いた役割なので、うんうん、社内では、さん付けで行こうっていう。まあ、なるほど。あ、だ年上が年下を呼ぶときも、なんとかさんって言ってた、ね。なるほどね。あ、そうですね。あ、まあまあ、でもそれ、今でもね、根付きにくい文化だと思いますけど、はい、ね。だから当時、それスタートしても、もう、足掛け7、8年ぐらいになりますけど、はい、当時、来客される人たちっていうのは、上司がさん付けで呼ばれるんですかみたいな感じ。皆さんやっぱりびっくりしてましたね、うん、でそういう話をしながら理由はこうなんですっていう話したら、うちの会社も取り入れてみたいっていう、なるほどなるほど、それ持ち帰る企業さんもいましたね、はい、まあまあ、それで僕がお聞きしてすごいいいなって思う言葉っていうのはまあ人に仕事が下がると属人化になるので、はいはい、で仕事に人が下がるっていうことによって組織が実際できると、はいはい、っていうふうなことをおっしゃられてもすごいいいなと思ってですね。いや、そうそう、そういうふうな、こういろんなこう貢献だとかっていうことをされてやってらっしゃって、いよいよこう社長にご就任されることになったんですけど、2019年、ご就任されたら、過去最高の売り上げとか。そうですね、おかげさまで、沖縄も、まあ、当時、観光客も、はい、率数が1000万人到達、はい、県外からも、沖縄県に、新工場進出だとか、はい、うん、結構投資が盛んだったんですね、はいはい、私もその恩恵を受けて、はい、念願の20億突破っていうので、はい、社内で乾杯した覚えもありますね。あ、これはいける、これはいけると思った矢先に。そうですね。その矢先に、年明けたらもうコロナ禍でロックダウンだと。ああ、なるほど。もう人の行き来が完全にストップ。はい、しました。しましたね。うん、しました。沖縄県はもう観光客立県なので、うん、完全に入ってこない。うん。いや、本当に。どうしようっていう中で、もう県内消費
にしか方向を転換できなくて、はい、店内商品としても、売り方も違うし商品も変わってくるので、はい、非常にあの手この手でチャレンジはするものの、その解決策というのはもう経験したことないことだったので、確かに、はい、なので、まあ、皆さんもそうでしょうけど、私たちも社内でどういう商品だったら、今をしのげるのかなとかですね、本当あの手この手で試ししたのを覚えてますね。なるほど。はい、なのでもう売り上げも下がるわ、はい、にしても社員さんは一人も、切らないっていうのはもう朝礼で発表しました、ね。素晴らしい。はあ。じゃあそれで、ね、今コロナ明けたとは言いますが、はいはい、言いますがですね、ウクライナの戦争があったり、ガザの戦争があって、そうですね、その外的要因っていうのも、あの、私の人生の中で、うん、あの、まあ、大地震とか国内であったりとか、はい、っていうのは一時的に、はい、沈んでも急激にその回復できましたけど、はい、外的要因っていうその、うん、世界各国で争いがあって、うん、それで物価がめちゃくちゃどうも高騰して、うん、でそれが、生活に非常に影響を及ぼして、うん、でいつまで続くかっていうのがわからないっていうのが、はい、あの非常に私たちの商売においてもですね、まあ、物価の高騰もそうですけど、そのハイテクっていうんですかね、あの電子部品、はい、それが、今ここ2年から3年目になりますけど、納期がですねもう半年以上かかる。なるほど。下手したら10ヶ月待ちだと、はい、いうふうになってきて、その半導体がもう不足するっていうのはもう本当えらいこっちゃやな。なるほど。注文はいただけるけども、納品ができない。なるほど。売上が10ヶ月になると、先ってなると、1年1年事業客が全然狂っていくんです。もちろん、もちろん。まあ、その、まだ、その中に狭間にいるので、今、ルートを増やしたりとかですね、やったりしても、その、先が見えないっていうのは、非常に不安。うんではありますね。なるほど、はい。ありがとうございます。まあ、いろいろな、この波があって、もう皆さん今、リスナーの方って、あ、そっか、そんなに大きい会社の売り上げをしてらっしゃる代表であったら、もう、じゃあ今は順風満帆でいいんでしょうね、と思いきや、今まだね、今からまた一つ、それこそ、原油だとかっていうこともあったりしますし、そこが戻ってきていって、はい、流通が実際できていくとね、いいかなと思うんですけど、さあ、ありがたいことにというか、残念ながら、ありがたいことじゃねえな、お話をいっぱい、まだまだお聞きしたいんですけど、もうお時間がね、全然なくなってきちゃったので、はい、最後に一つだけですね、お聞きしたいなと思うんですけど、このリスナーで、の方で、一歩踏み出せない人たちっていうのがいらっしゃるかなんですけど、その方々に何か川上社長から、アドバイスしたことあるような、はい、そうですね、私たちもそういった苦しみも経験してきました、うん、やはり最初みんなゼロからスタートするので一緒だと思うんですけど、うんうん、だけどその中でいろんなことを学べるんですね、はい、やはり学ぶっていうのは大事だなと、はい、お客様から学ぶこと、友人から学ぶこと、社内で学ぶこと、うん、学ぶことってのは大事だなっていうふうに、うん、当時ひどいことやった私でも思ってきましたし、はい、最近分かったことはですね、うん、やはりその経営っていうのには教科書があるっていうことが最近分かってきたんですね、うん、なるほど。そのことに気づいたっていうことで、今まで、考えてた不安っていうのも一気に減ってきたんですね。あー、なるほど。はい、考えてみると不安っていうのは存在しないので。そうですよね、うん、その前にやっぱり自分の願望だったり目標だったり自分の一歩先の成長を夢見た方が自分の心もその先もですね明るくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひその不安よりも一歩先の自分の成長ですね、うん、無双してもらった方が成長の第一歩だと考えます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、この中で、笑っていいとも方式をね、はい、取らさせていただいておりますので、はい、また、次回、川上社長からご紹介いただける、はい、方のご紹介いただければと思いますけど。わかりました。はい。次回また紹介して、はい。したいのはですね、はい。とても気さくな方です。はい。有限会社、丸吉運送の、はい。吉田と久美代社長。はい。本人も私よりも、5つぐらい若いんですけど、はい。私以上に情熱がありますので、面白い。はい。次回また、楽しみにしていただけたらな、というふうに思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。今日は、1時間もね、お話しいただきまして、もう、休憩のタイミングで、そんなシャイな方であり、中身すごい熱い、川上社長でいらっしゃいます。今日は皆さんのお話をお聞きして、いろいろ皆さんもあると思いますけど、またね、これからも頑張っていこうと思いますし、また多分、もっと詳しく川上さんにお話をお聞きしたいので、また来年番外編をね、お話、飲みながらでもできればなと思っております。はい、はい。皆さん お聞きいただきましてありがとうございました。本日のゲストはですね、総合放送株式会社、川上光栄社長でございます。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。川上さんありがとうございました。ありがとうございました。